フォッカー T8 は RAF フォッカー T8 オペレーテッドバイナンバー320スカドレン。フォッカー T8 は1930年代に開発されたオランダの雷撃機、偵察機用の双発水蒸気である。オランダ、イギリス空軍、ドイツ空軍で使用された。本機はもともと自国周辺水域とオランダ領東、インドで使用することを目的とした。 オランダ海軍航空隊からの要求により、開発された。TA と W、G は中翼端容器であり、楕円形断面の胴体は、軽金属製の機種部、木製の中央部、金属フレームに、ハフバリの後部の3つで構成されていた。主翼は2本の高下げたとベークライト整リ部が合判で、覆われていたが、TA と W、M 型では、主翼とともに、後部胴体も、 軽金属製となった。硬着装置は内部が6つの水密構造区画と予備燃料タンクで構成された防砂ビジュラル民製の2つのフロートで構成されていた。本機は1938年の初飛行後に量産に入り11機がオランダで収益した。ドイツのオランダ侵攻の時点で9機がフランスの基地に配置外となり、 1940年5月22日にイギリスへ逃れてサウスウェールズのペンブロークドックに駐留する EN コースタルコマンドレーカー第320飛行隊の基礎となった。最終的にこれらの機体は補修部品の欠乏により退役した。一方でドイツ側はフォッカー社の工場で生産中の機体を完成させトラフェミュンデでの評価試験後にこれらを国会の偵察。 創作救難、対戦活動に使用した。1941年5月6日に4名、オランダ陸軍航空旅団所属の元少尉ゴーバート、ステーンと、元五長エバートウィレム・ブームズマが、フォッカー社の技術者、ウィジバート・リンドマンと、元オランダ陸軍の少尉アン・ビラッツ・バン・ブロックランド、とともに、アムステルダムの愛のマインダーバ・ヘイブンにもやってあった。 フォッカー TV は KDGQ を水上に引き出した。夜明け方に何とか離水し、イギリスへ渡りイギリス側の対空砲火を避けながら、ケント州のブロードステアーズに着水した。ビラッツ・バン・ブロックランドとリンドマンは、イレーネ・王女旅団に参加し、ノルマンディ上陸作戦時には、ビラッツ・バン・ブロックランドがこの部隊の指揮官となっていた。一方ステインは、 AA-129 飛行隊に入り、1942年6月5日に、撃墜されて戦死するまでに79回の出撃に参加した。出展、エンサイクロペディアオブミリタリーエアクラフト初言性能、武装。ありがとうございます。